はいどうも、ワムです。今回ですね、2024年の夏のトレンドを解説していこうと思います。僕はですね、一応アパレルのブランドのディレクターをねしておりまして、ブランドを運営していくのって1年先の商品とかを作ったりするから、トレンドのね分析をめちゃくちゃしてるんですよ。なんでこのね夏のトレンドは僕はねもう熟知していると言ってもね過言ではないんですけども、今回ですね、そんな僕が164センチのね低身長目線でもねトレンドを解説していきますので、本当にねこの夏失敗しないねトレンドをね解説していきますので、よかったら参考にしてください。では本編どうぞ。トレンド性もありつつ、定番でね絶対モテて損をしないね洋服を発表していこうと思います。計13個ねピックアップしていますのでね、ぜひねこちらスクリーンショットとかもねしながら聞いていただければね幸いでございます。まず1個目がね、スキッパーシャツでございます。スキッパーシャツとは何ぞやと言うとね、今僕がね着ているバーベルオブジェクトのねシャツもスキッパーみたいな雰囲気があるんですが、こんな感じでねポロシャツみたいなデザインをしてんねんけども、ボタンがなくてね若干こう広がっている、これがスキッパーって言うねんけども、このアイテムがすごく流行ります。去年から流行っていたんですが、今ではね GU とかでも作られるようになって、ユニクロでもね JW アンダーソンから発売されたりと、定番かつトレンドの非常に今ね大人気のアイテムになっております。シウンでもね低身長が着てもねかっこよく着れるように着丈とかをね調整したこのシャツがね発売されるんでね、よかったらお楽しみにお待ちください。次はね定番どこで紹介していきますと、半袖のシャツですね。シャツというのは昔からね流行ってるんですが、今のトレンドで言うと、ちょっと前までのトレンドは非常にビッグサイズ、オーバーサイズのシャツが流行っていたんですが、今ではですねやや大きめサイズのシャツがですね注目されております。サイズ感で言うとこんな感じでですね、袖丈が肘に被らないぐらい、身幅がね少し広め、これぐらいのゆったりしたサイズ感のねシャツがですね今非常に注目されております。なんでオーバーすぎないね半袖のシャツはねぜひ注目してみてください。次はですね、やや透け感のあるアイテムです。シアー素材っていうね透け感のあるシャツがですね結構流行っていたんですが、今回ですねこのシアーほど透けない、そこまでね透けすぎないシアー素材が今季はね流行っております。僕がさっきね着ていったこのねバーベルオブジェクトのシャツもね、このようにさ若干透けるやんか、すごいホラー映像、若干透けるやん、これぐらいのねやや透けるぐらいのねサイズ感のものが今からね流行ってきますのでね、ぜひ取り入れてみてください。次がねデニム、今ね僕も履いてますが、デニムはねまだまだ履けます。いつデニムのねトレンドが終わりますかっていう結構 DM 来るんですが、まだまだ流行るんでね、これからもねぜひねデニム買ってみてください。ただ普通のねデニム飽きたよって方はね、こういうまあブリーチされているものだったり、デザインがねこう入っているものだったり、全然買ってもらってもねいいんですけども、まあ普通のデニムもねまだまだ今からね流行ってきますので、ぜひね挑戦してみてください。次はこちらですね、スウェードの靴。これはちょっと前にねモカシンシューズ、クラークスのワラビーとかが流行っていたんですが、今やねそのワラビーローファーが出ていたりと、スウェードの靴はねまだまだ流行ります。スウェードのいいとこって高級感がね出やすいんですよね。まあリアルレザーって結構革のランクで明らかに質変わってくるけど、スウェードは結構本革でもね安いものでもね結構高級感あったりしますので、高級感が出やすくてトレンド性もね高いんでね、スウェードの靴はね今後も流行ります。次ね靴で言うともう一個流行るのがローファー。これはね間違いないですね。僕も今季入ってローファーはね3足買ってますね。ワラビーローファー、クラックスのローファーとスティーブン・アランのローファーは紹介したんですが、こちらエンダースキーマーのねローファーも最近買ったんですよね。またこれは別の動画で紹介しますが、こんな感じで非常にねローファー今流行ってます。身長漏れへんものが多くて、低身長からしたら結構難しいというか相性はねそんなに良くないんですが、もちろんめちゃくちゃ流行っていますので、ぜひね取り入れてみてほしいなとね思ってます。低身長はねもう僕は半分ね、もう最近は身長どうのこうのよりも服を楽しもうっていうねメンタルに変わってるんでね、身長漏れへん靴もねどんどん買っていくんでね、よかったらおすすめもね教えてください。次はですね、ベスト。これもね、まだまだ流行ってますし、最近ね、海外のファッションとかで見ると、半袖 T シャツにダウンベストとか着てる人さ、表参道とかのおしゃれ外国人見てるとね、多いよね。僕もそれ見てね、うわ、マジかっこいいと思ったんで、半袖 T シャツにダウンベストとか薄手のベスト、今後やったらもっと増えてくると思うんでね、ぜひチェックしてみてください。ある程度ね、こう、服が好きでトレンドをね、追いかけているんですが、偉そうかもしれないけど、そんなに僕が見て、かっこいいと思うってことはね、よりね、流行ってきて、大衆的なトレンドにね、移り変わることは、ほぼ間違いなしっていう。でもね、いいと思うんでね、半袖 T とかの白 T にダウンベストかベストなコーデね、ぜひやってみてください。次はねこちらですね、洗いのかかった生地の
バッグ。バッグはちょっと前まではナイロンとかそういうスポーティーなものがね主流でしたが、最近よく見るのがですね、こういう洗いのかかった生地を使っているバッグ。これね、最近のトレンドの服ってさ、結構洗いかかってるものが多いやんか。洗いのかかった服とナイロンのシャカシャカバッグだと合わへんかったりするんよ。そのコーデがねマッチしない。でもこういう洗いのかかったバッグを持ってることによって、洗いのかかった服ともねマッチするんで、ぜひねこの洗いのかかった何か言うね洗いのかかったバッグで買ってみてください。コットンのね洗いのかかったバッグやと割とね安くて買えることもね多いんでね、コラエンダースキーマはね確か3万円ぐらいでした。もう安くないけど、比較的そのレザーとかと比べたら安いものがね多いんでね、ぜひチェックしてみてください。次がねこちらですね、洗いのかかったシャツや T シャツなどの定番アイテム。こういうシャツとか T シャツですね、こういうやつですよね。こういうやつも定番のアイテムとしては一生流行ってきたんですが、今季の半袖 T や半袖シャツって生地に洗いかければかけるほどトレンド性が出るってね思ってください。それぐらいね今そのウォッシュと加工っていうのはねめちゃくちゃトレンドで、もうすごい主流にもなってきてますのでね、逆にこうウォッシュと加工されてないと変、ちょっとなんか時代遅れ感出るっていうぐらいね流れになってきてますので、例えばユニクロで言うとそのエクストラファインコットトンシャツとか蝶々面使ったシャツね、あの辺とかは昔はね結構流行っていて僕も好きだったんですが、最近で言うとそっちよりもプレミアムリネンシャツとか洗いのがかかったよりこうラフでカジュアルな方が最近ではねもうトレンドを通り越してね主流になってきてますのでね、定番アイテムを買うときはね洗いの加工されたものをね買ってみてください。それで言うとね、最近はもう今日ねお家に来たこういうバーベルオブジェクトのロンティーもねシャツもねこんな感じでウォッシュと加工をねめちゃくちゃされてるんですよね。とりあえず洗いかかっていればかっこよく見えるケースもねあるんでね、まあ、どうしても欲しいけど生地がちょっとねツヤツヤしてて綺麗すぎるって時はね、洗濯可能であれば家でねぜひ洗濯してみて自分でね加工をしてみるっていうのも一個の手かもしれませんね。次はですねこちらシルバーアクセ、僕もね今ねこうやってつけているんですが、アクセサリーですね、シルバー系のジュエリー、これはね定番で今季もね流行っております。特にねトゥアレグ族とか民族系のねやつがね注目されていますので、ぜひねトゥアレグ族シルバーでね意外にね安いものだと1万円以下でね買えたりもしますのでね、検索してみてください。僕はシルバー925とか950じゃないとなんかねかぶれやすいんですが、真鍮でもねいいよって方はね3000とかでもね買えたりするんでね、ぜひ検索してみてください。次はねこちらですね、すごい具体的やねんけど、アディダスのスニーカー、アディダスのスニーカーはねもうめちゃくちゃ流行ってますね。キングヌーとかのライブ行ったら全員そうらしいね。僕もねガゼルとかスペツィアルサンバとね持っておりまして、最近ではねロンドンかなっていうアディダスのスニーカーもねあるんですが、ロンドンもいいカラーがあればね欲しいなと思ってますね。今はこうネイビーかな、ネイビーとグレーがあるんですけども、あとホワイトかブラックがブラウンが出ればね買おうかなと思ってます。アディダスはねもはやもう流行りすぎてトレンドを通り越してねもう主流になりつつもねあるんでね、まだ持ってない方はねぜひねチェックしてみてください。トレンド性もありつつ定番でね絶対1個持っておくと、まあ、損をしないアイテムをねこちら13個紹介しました。次にですね、着ると差別化が図れる感度高めのトレンドのアイテムをね紹介していこうと思います。ですがね今回結構話がね長引いてしまったのでね、一旦こちらね区切りまして、ね、またね近日ね感度高めのトレンドを紹介している動画もね出しますのでね、お楽しみにお待ちください。このチャンネルではですね、低身長でも低コストでね最短でかっこよくなる方法と、あとはねこういったトレンドの解説、あとは購入印象券もねしていますので、よかったら参考にしていただけると幸いです。ぜひフォローお願いします。ご視聴いただきましたら、またお会いしましょう。アレベッドチバイバイ。よっしゃ。